で、ボタンを押すと、時刻合わせやって、14時27分10、11、12、13、14、15、自動無料延長にして、自動無料延長を開始します。音でかで、枠取り、よいしょ、福岡です。福岡って、もうすぐですね。よ、僕は顔出し NG なんで。あ、そうだったんだっけ。いや、そんなことないんですよ。よっかり年間の人がいますけど。それは一体どこで。え、これは自腹で購入しました。それだけで売ってました。あ、いやいや、やっぱりセットですよね。あと、こう言ってる間に今 GoPro の方にはバッチリ映ってますから。よし、じゃあこれでストリーム開始して、開始、あれ早く、ここでもう電波悪いのかな。いきなり繋がらない。プライマリサーバーエラー、早っ。あれ、いや繋がってる。うん、まあできてんのかな、これで。あと30秒。いきなり遅延落ちしちゃったんで、これから。お、遅延落ちしちゃった。どう、ん、あの、そこでですか。あ、はい、はい、ちゃんと組み立てるときにできてなくて落ちました。あれ、上り速度いってないや、これいってないや。ストップ。5日連続で大サービス。5日連続？上品サービスにはどう？よっと、もう一遍。つながれ。つながれ。来ないな。またプライマリサーバーエラーだ。今これで言ってないですよね、はい、ですよね。配信開始。あれ、おかしい、ストリームがいかない。アドレス間違えてるわけじゃないよな。お、回線不調のようです。改めてペーストして、接、あれ LV になってるよな。接続、こっちも改めてコピーして、ダメだな。なんで？ペースト。接続。明けおめはコツです。ロボ2。ダメだな。
ああもうしゃあない。通常配信でスタートします。これで、あれ流れてないや。なんでなんで？もう一遍再接続。いかんな。ちょっとポタファイを自転車ごと駅前に移動します。この子も大丈夫かな。ちょっとあれ繋がらない。ん？あれ？いかん、これはもう配信ツール再起動。スタートできない。接続で、もう一遍チャレンジ。電波かな。お、繋がらない。あれ素手ですか今日。え、あ、いえいえいえ。あ、ありますよね、びっくりした。なんか繋がらない。そうですよね。ポタファイの今の感度は県外。お？どうなってる？ん？なんか変だ。動きが変だ。よっ。ん？あ、来た来た。ダウンローディング。なんかボタファイがおかしくなってました。今度こそ。もう6分経ってる。あれ繋がったか。ポタファイの感度は、よし来た今日。よいしょ。
だったんだろう。ん？あ、つながった。なんか白いな。あ、昨日なんか設定変えたんだったっけ。そうで、コメントは見えてないんですよ、今こっち。ちょっと待ってくださいね。コメントまだ聞こえてないです。明るさデフォルトに戻して手動フォーカスにして、でコメントが来ない。あ、途切れ途切れ。今安定したと思います。コメント来ないな。すいません、もうちょい待ちよ。さっきはポタファイがなんかおかしくなってて通信できなくなってて、で今ポタファイ再起動したらつながったんですけど、今度はコメントサーバーに行かない。コメントサーバーにつながらない。ちなみに今ここは古賀駅前です。私の前の実家があったあたりなんですけどね。今別の場所に移りました。で、そこにいる人はカレーの人です。カレーの人はさっきここまで輪行してきて、で私が今日どこ走るか何も考えてなかったもんで、そこの喫茶店、この喫茶店いつからあるのか私知らないんですけどね、この喫茶店に入って検討してました。ここは今の時間コーヒー300円でした。さてどうだ。あ、来たかな。あ、来た来た。今どうですかね、行ってますかね、映像は。で、コメントが読み上げられない。なんで、出力先合ってるよな。あ、来た来た。やっと来たやっと来た。そのバッグ、ユニクロ。あ、いや、知らずに行ってますけどね。コーヒー。マックのコーヒーとはだいぶ別物ですよね。よし。やっとだ。昨日、あ、おめでとうございます。あ、自動無理延長忘れてました。さっき再起動したから切れたんだ。よし。お待たせしました。カレー師ですね、カレー師ですね。インド人かどうか知らない。国籍知らない。ん？何を待ってた？グランプリ。古賀の一品、K1 グランプリ。あ、しまった。で、あ、逆だ。いや、大丈夫ですよ。もう何度かしてるんで、ええ。前の人にストラップが垂れてるのを。塩です。塩です。あ、おめでとうございます。あ、お願いします。これから片道10キロぐらい。あ、それで腹の方に回して止めるんですね。2箇所で。あ、メッセンジャーバッグだ、多分。いわゆるメッセンジャーバッグだ。石川紀之って誰？そう、にわか先輩ですね、正確に言うと先輩。やった。ふう、手間取った。さて、じゃあ935線沿いに出てから深田方面に山登り。あんたの放送、私の放送が、何が。小練さんは顔割れてるでしょ。顔割れてますね。真っ二つですね。あ、おめでとうございます。あ、しまった。今日は結構の寒さですよ。今の気温3度ぐらいのはず。ちょっと待った。左足が最近ですね。左足の裾が、なんかクランクに引っかかっちゃうんで、このニッカポッカっぽく、無理やり、お年玉0円。無理やり靴下で、裾を止めるというかなり恥ずかしい状態にしてから走ります。すごく寒そうですね。結構な寒さですよ。昨日よりは絶対寒い。今年はもう諦めた。来年本気出す。来年本気か、早いな。まあでも、もう今年も残るところ363日2日だ。お年玉。あ、自動ファクトリー大丈夫です、ありがとうございます。ダッサ、このダッサいのはですね、地元の方、地元の方ですね。でもネリさん、こっちまで50キロぐらいありますよね。何がですか？今のお住まいから。
あ、今の住まいから大体40キロぐらいです。40キロ今年はセンター試験諦めた、うん、来年本気出す。センター試験、そうなのか。センター試験の受験っていつでしたっけ。じゃあここから走ります。柏駅に向かいます。今まだ古河駅の近く、古河駅から出たばっかりです。今年は結構、あ、そうだ、ちょっとついでにちょっとこっちに、昨日のあの西鉄宮地岳線のですね、古河駅の跡がここにあるはずなんですよ。ロシアに帰れたの。ロシアに初詣は行かれたのですか。初詣は昨日宮地岳神社に行って持ち食いました。お宮さん自体には行ってない。寒っ。左線、ここが駅だったんですよ。私の時代は共通一時でした。切り替わるぐらいの時でしたね。あ、こぼすけさんだ、こんにちは。福岡、あー、駅舎も全然残ってないな。ん、何やってください。スライドショーのことか。スライドショーは帰ってから、関東に戻ってからやるつもりです。指、いや大丈夫です、大丈夫ですが、今日はこれじゃないときつい。うん、井上、じゃあちょっとこっちに行って。寒いなぁ。鉄道、道路、ちなみになんか遊歩道にするとかいう計画も話はあったらしいんですよ、あの西鉄の宮地岳線跡なんですけど、もうなんか昨日の様子見ると全然ですね、どんどん住宅地になってる。今日は青いです。テント線いつまで。今日の20時の便で関東戻りです。寒いですね。寒いですその襟元大丈夫ですか。寒そうですけど。あ、大丈夫です胸元あたりが出さないのでしょうか。あ、今ここ忘れてた。うん、タリング見ながら。ネリさんの本業はカレー屋さん。違うかな。ツイッター上でカレーという文字列に反応するのがお仕事のはず。あ、ロケットランチャー手榴弾、今日もか。今日もまたロケランと手榴弾の話か。あ、GPS はこれから出します。あ、テント線か、わかった。今頭の中でさっきからですね、あのテント、登山のあのテントに戦争の線が出てきてて。テント戦ってどんな戦い方なんだってずっと思ってましたよ。テン&戦ですね。やっとわかりました。ちょっと今ここ出してないみたいなんで。そう、テント行くと思ってました。テント戦って。あ、まだ非送信地帯だ。古河駅から1キロ離れてないから。今日は私は中山に泊まります。じゃあそっち側で。あんた何言ってるの？ん？何言ってるの？日本語。無飛ぶ。無飛ぶ。あ、早速ですね。大丈夫ですかね？なんでピンクの建物があるの？ピンク？どこに？なんであるかっていうと、さっきの無飛ぶって一言書いてる人誰ですか？怒らないから手あげろ。よっとつ、意外と MTV、 いや分かったからMTV 分かったから。砂利道ですね。モトブ半島、今日私5時ぐらいに実家に帰りたいので。戦車の影響、中山大好きです、住んでるから。関東での私のマンションがあるところですから。水たまりあると私一旦実家に戻ってから、あの空港まで親に車で送ってもらいます。ここら辺から電波が鳴ってますね。ああ、そうでしたね。あの辺りがむちゃくちゃ悪かったんですよ。新宮町役場あたりまで。今日は495沿いだから、マンション。22時0度か。今日ビアンキですよ。
今のはこれ大根川、ダディッシュリバーですよ。この辺りで一番でかい川のはずですけど、ね、地図見る限りは。あ、すいません。この信号変わるのかな。あ、変わるような。九州に戻る話はたまに出ますね。でもどうすればいいんだろうな。よし。人参川はないけど、どうだろう、国内にあるのかな。空港まで、まあ20キロないんですけどね。うん、一旦実家に戻ります。九州支店ってどうだっけ。あ、今ここ出ませんか。あ、そうだ、まだ非送信地帯です。実家が小駅の近くなんで、小駅中心に1キロ圏内は今ここ出さない設定にしてるんです。お酒の話ですかね。私お酒飲めないんですよ。ビールとかワインとかぐらいだったらまだ口つけることはできるけど、自転車は誰も私の自転車のことを覚えてない。設定が、酒飲んだら暖かくなるんでしょうけどね。私はその暖かくなるよりも他の副作用がきつい。あと焼酎とか日本酒とかウイスキーとかは匂いがきつくて、妹はまあ、あ、もう大丈夫ですかね。じゃあ1キロ離れた。寒。これから鼻水が出るから。オートラに。プラテナの酔っ払って暴れる人のことかな。暴れるとは限らないのかな。でも態度がでかくなるわけですよね。妹さんをください。妹さん一人はもう結婚済みです。結婚済み、既婚です。足先が一番寒いよね。足先、あ、私は足先もあれですけど、手の指先が一番つらい。限界灘ですか。限界灘は今左手、違う、右手になりますね。今南下してます。海は西側。靴下もユニクロですね。本当いかんたい。いかんたいって本当にあんた九州弁分かってんのか。微妙だな今のは。これ495号です。旧国道3号線。現在国道495号線。うわー寒い。旅用も。指切りは今日はさすがにないです。前方の雲ですね。青空はちょっとしか出てない。近っい。九州弁は実家の家族と話すときだけ出ますね。その切り替えが意図的にできないんですよ。勝手に切り替わって自分で切り替えようとしてもできない。あと基本的にタメ口じゃないと出ませんからね、方言は。端々には出るとしても、メイン方言になるのはタメ口の時だけですね。方言おすすめ、古河市のおすすめスポットは夜行乗船しかないはず。不器用ですから。貴さん、貴さんは貴様です。貴様商売ね。どこ行きようとかな。今日はカシーグに行きます。なんでカシーグかっていうと、コネリさんと会うまで何もネタ考えてなかったから。で、はるばるやってきてもらったコネリさんにネタを提供してもらって、カシーグっていうのは割と近いんですけど行ったことないんですよ。前は通ったことあるけど中入ったことは多分ない。あ、新道町入ったかな。カシーグはカシーにあるお宮さんです。そっちは雪、こっちもちょっとパラついてました。雪何があるかっていうと、
あ、今ここ出ましたよね。何があるかっていうと、そもそも何の神様なのか知らない。とりあえずはじゃあ縁結びの神様ってことしときましょうかね。かしぐ神社どうだっけ。そういう稽古っていうか、ビッグラディはニコ生芸能界のことは知りません。もう全部一緒くたにそういうことにしよう。どれが誰だか知らないんだけど、鹿の島は前に今後ろ走ってるコネリさんと一緒に配信で回ったことありますが、全部あまりなかったです。行ってどの木に。寒い。でもまだこれ今追い風だからいいんですよ。帰りが嫌だ。今日は北風なので、異性と、そうですね、全くですよ。自分から何もせずにそういう話が進んでしまえばいいのに。とか言ったら殴られそうだな。なんとか晴れてれば少しだけ。あー、でもやっぱり空気の冷たさの方が強い。どうせだと親が悲しむだろうからな。わかりました。考えときます。今のどれ、何の話。200年、1800年以上あるのか。なあ、お見合い写真。冷た。32は割と大丈夫ですよ。クロスバイクにしてはかなり太い。40歳、どうかな。中性も問題ありそうだけどな。人は JD ですね。 J 大学生ですね。日本の大学生。あ、ミニストップこっちあるんだ。あったっけ、覚えてないだけか。黒タイツいいですよね。黒タイツ。また昨日聞いたからって。あ、車載、車の方もそうなんですかね。あんまり自炊してないんでわかんないですね。あ、延長できてる。人妻はまずいんじゃないのかな。あー、喋りづらい。寒さで口の周りが喋りづらい。とりあえずカシグまで行ってしまう。一気にずっとファーム、うん、に人気を地帯で、さっき自動延長認識したから、延長失敗作業はないかな。あるかな、ないかな。静止が、静的思考が。ロケットランチャーもう聞き飽きたわ。慰謝料、あ、そうなんだ。じゃあ大丈夫。車両の額にもよるが。ああ、今日結局昼飯食っちゃったんで、家で、実家で。牧野うどん今回も食いそびれたな。牧野うどん。さっきから全然コネリさんに触れてないけど、後ろ走られてるから、うん、妹さんは今実家だから老いにかまけてますね。もう私の実家は老いを中心に回ってますよ今。
を中心とする構成形になってますね。横浜の家にも鏡餅置いてますか？鏡餅置いてない。切り餅あるけど、もうなんかなんていうのかな、実家の父のあの老いに対するデレデレ具合がもう見てらんない、もう見てらんないふぅ。おいっ子は今2歳。マスク、唐揚げ屋さん、あー、げんこつ唐揚げ。あ、すいません、ちょっとコメント今豊から。あ、すみません、いらっしゃいませ。今シングルですね。ヨースっていう名前の交差点ですね、ここ。おいに嫉妬は嫌で、おいはですね、私以外の人間と喋るときにはだいぶペラペラ喋るんですけど、なんか可愛げを振りまいて見せるんですけど、私と遊ぶときは黙々と遊んでますね。あのポケモン あのキリキリって巻いてパチッとやったら、あの回るコマがあるんですけど、黙々とコマ回し続けてました、二人で黙り込んで。なんだろう、あの態度の違いは。そう、黙々とコマ回し続けてました。なんだろう、あれは一番可愛い子だね。ちょっと一番ですね。褒められてますかね。うん、多分ポケモンだと思います、あれ。いや、無視じゃなくて、二人で遊ぶこと遊んでるんですよ。遊んでと言ってはくれるんですけど。高台、あ、元新宮駅が福高台駅前だっけ。あ、福高台前駅だっけ。男同士は、そうかもしれない。男同士に会話不要みたいな。そんなことないな。ロボさんはお呼びがいいんですね。メイ。あれ、メイは今いたかな。ハザード、あ、バス。まあそれそうでしょうね。交通法規守んないと。かわいいか。あ、それも知って、嫉妬とかそういう話で。ああ、暴力的、気にしすぎ。それは気にしすぎでしょうかと思うけど、私よくわからんな。英語ですか？いや、英語教えてないです。私英語喋れないし。とりあえずカシ群まで黙々と走ってしまいますかね。あんまり時間もないです。うん。あとこの道なんか喋ることができるような道じゃないし。横に並んで走ったりしたらえらい迷惑になるし。山の中の道とかじゃないと。閉鎖とかできない。あ、15時。延長失敗先なかったですね、じゃあ。おやつ。戦車か。プラモとか、チョロ級的なものがあればいいんだろうな。ん？何うどん？ぬこうどん？ぬこうどん？ねこうどんってことか。あ、ヘリポーター、今ここの Google 地図ですね。大用事の間からか。自転車。あ、でも今日ですね、あの午前中はあの私が自転車乗ってるところを見せつけましたよ。カシグ私よく知らないんです実家近いのに。だもんでちょっとあのコネリさんからカシグってのもあるって聞いたときに行ってみようと思って。うん、どう、ん、どれをしようも。この配信始めてから写真一枚も撮ってないな。成長した、そうかもしれないですね。でも結構私の子供の頃の記憶で残ってるのもいくつかあるんですよ。私も歌詞、そうなんですか。私は子供の頃あの、父親が4人兄弟の長男なんですけど、次男のおじさんに結構の記憶がやたら残ってるんですよ。おめでとうございます。
じゃあそれ明石郡に着いたら何かできると思います。今日は出てくるのも遅かったし、尻尾が決まってるので5時過ぎぐらいにはもう実家に帰らなきゃいけない。おばの実家に。でそこで荷造りして夕飯食わせてもらって、で車で空港まで送ってもらうっていう。戦闘戦の舞台がカシーなんですか。福岡は生まれ育った町でございます。福岡県古賀、当時カシヤ郡古賀町が私の出身地です。出生地。大学の時まで実家にいました。元に道ないんですよ。欲しいんですけどね。これでも国道から格下げ、国道3号から格下げになった道なんですよ。新山温泉っていうのが、今正式な国道3号線がちょっと離れた成桑だったかな、走ってて、そっちに車がたくさん行ってるのでもこんな状態です。大学まで。そうです、就職してから関東に出ました。横浜みたいだな。横浜はまあそんなに差ないですよね、この辺りは。あ、向こうのうどんの店ですよね。どこだったんだろう。しまった。向こううどんっていううどん屋さん知ってます？はい、向こううどん。のこうどんは、あ、のこ、中には通り過ぎてきたらしいんで、そこが美味しいと言われました。そっか、のこうどんか、のこの島ののこですね。てきりぬこうどんかと思って、猫汁うどんみたいな。猫汁うどんはちょっとやばいですね。今ここは和白交差点。彼以外のことは聞いちゃダメ。ダメか。そっちの方にほんのちょっとした脇道あるんですけど、あまりにもちょっとしすぎてるから、まあ、まっすぐ行こうかな。ゴードン。フラッシュゴードンですか。クイーンの曲の。ハロー。うん、ハロー。通学は1時間かからなかったですね。30分ぐらいかな。ここ。向こうの島は博多の方から確か船がありますよね。向こうの。今度はハローって店覚えといて見てみよう。ゴフラのことあんまりないんですよ。ゴフラの機嫌は、あ、ちなみに今日はゴフラの機嫌の悪い方でやってます。ゴフラヒーロー3で3時間ぐらいだったら持つかなと思って、4時間過ぎたあたりからダメなんですよね。あ、リンゴ牛乳知らないです。リンゴ牛乳、あ、こ危ない危ない。寿司、あ、大阪予定だ。林道動画、どれの林道だっけ。気づかん。ハローはどこだ。そう、今日の、東京着21時半かそのぐらいですね。大牟田の飲み物、大牟田、この辺りも前のままだ。あ、もうちょっと先。空港はここから結構近いですよ。そんだけ飛行機もうるさいです。一緒にいるのはカレーの人です。カレーではなくてカレーの人です。カレーそのものではないです。あ、ソニックだ。こんにちは。この特急の中見つめてかっこいいんですよね。ん、あ、今何が本当って、航空さんいらっしゃいますよ。航空さんなんか最近ツイッターの名前が変わったような。あ、暴走の林道か。そうですね、ムツゴロウはあれ食うもんなんでしたっけ。あれ諫早湾でしたっけ。あ、でも青くないソニックもいるんですよ。白いソニックとか、黒いのは何でしたっけ。黒いのはツバメだっけ、特急のんプロジェクト。あれどの話だっけ。盗難。試写室、あ、なんか右手にあったとこですかね。試写室って確かあれってなんかエロいのかなとか、あの
学生の頃思ってましたが、電車の中から見えるなんか試写室っぽいところ、あれなんかエロいやつだろうかって思ってましたけど、違うんですかね。普通になんか写真館だったんですかね。なんとか21って名前だったような、違ったかな。車来ない間に、あ、シャツエロなんですか。じゃあやっぱあれエロだったんだ。大名だ、大名かと思ったらオーナーって書いてある。大名じゃないんですね、オーナー。いらっしゃいませ。あー寒い。7割、7割すごいな。リーブ。そばのラブホで盗撮したのを試写室で売ってたらしい。ビデオボックスでしたね。あ、ビデオボックスって名前でしたっけ。うわ全然覚えてないや。ってよくご存知で。いらっしゃいませ。現在地は花山食堂の前ですね。皆さんご存知の花山食堂、和次郎店、ライスカレーだ。ライスカレー250円安い。今2人です。コネリさんって人と一緒です。あー息が楽なのが怖い。帰りが向かい風になるはず。うん、ラブホ一人まだやったことないんですよ。それ一遍ちょっとやってみたい気があるんですけどね。カレー、ライスカレー250円ですよ。ライスカレー聞いててくれないかな。ライスカレーは、カレーがメインなわけですよね。つまりライスはあくまであの枕言葉であって、だからカレールーが本体なところが違う。あ、935です。またご存知の人が。この写真館みたいなビデオボックスっていうところだったのか。ビデオボックス安い。あ、250円ですよね。あ、また来た。今度は鈍行ですね。鈍行か快速か。あー食えない。ん、店名じゃない。え、ビデオボックス店名じゃないで、ここが旧三台前駅ですね。うん、これは変わってない。でもこれも昔はなかった。あ、店名がなんちゃら21。ビデオボックスというのは店名ではないと。あ、ハローってこれか。あー、旧三台前のあの店が並んでるのもこれのことか、ハローって。あ、入ったことはないけど知ってます、この辺り。前この辺りゲーセンがあったんですけど、今なかったかな。待てよ、ゲーセンって略称って通じるんだっけ今。ゲームセンターのことですが、そもそもゲームセンターって名称廃れたりしませんかね。ハローはあそこですよね。一回入ってみたいな。長屋、うん、ゲーセン昔行ってました。本当だか。あら、スプロ。え、インベーダー大学って私が放送の中で言ったキーワードだったっけ、インベーダー大学。あれ、インベーダー大学、あれ、インベーダー大学って、写真線だ。ん、戻った。あ、そっからですか。あ、じゃあちょっと前で。絵的にも絵的にも。16連打オリオンハローですかね、さっきの。おう、テーブル金持ちだな。喫茶店でありましたよね。なんかそれで大儲けしてたらしいですね、当時は。喫茶店はカシーグはあとどのぐらいかな。もう10分20分で着くと思います。じゃあまた唐揚げ屋さんだ。唐揚げ屋さん増えてませんか最近。あと、 あったあった、あれ、あのゴレンジャーの店だ。
前この前通ってるな。ウトブですが、ウトブ、私は今日はクロスバイク、今日はってこれしかないですけどね。コネさんはロードバイク。50円か、普通ですかね。50円。さあだるま、ロードバイクだと後ろにあの出前キャリアつけるのも難しそうだしな。中の道ん、中の道、今は、うん、どれの話ですか。この辺に安い自販機がある。安い、80円とかかな。マウンテンバイクです。あのさっきからマウンテンバイクと一言書き続けてる人は何ですか、一体何を主張してるんですか。それは海星屋さん、誰だろう、海星屋さん。ノーパン喫茶は行ったことありません。ノーパン喫茶、ああ私もないな。ノーパン喫茶。うわ久しぶりに足先が冷たい感覚が。カラー、ああカラーセルファンですね。古いよ、だから話題が古いよ。ん、何入ってる。ノーパンはノータパンじゃないってこと。おみくじ配信は、そうですね、ネタとしてやるから。おみくじ配信、たまには大凶とか出したい。道は、うん、ここ走りやすいですね。あと下ってるってことはさっき登ってたんだっけ。ノーパンノーライフ、パンツがないと生きていけないってことか。パンスト、え、ファミマあった今。パンスト、ノージョブ。話が分からなくなってきた。ノーパンだけどパンストは履いてるのか。ドロップハンドルは、私は個人的に姿勢が苦手なだけで、世間一般的にはドロップハンドルの方がポジションも多くなっていろいろ有利らしいですよ。うん、高校の先生、随分問題がある先生ですね。ほら、あの飛行機の音、あの福岡空港の離発着してる飛行機ですね。前の人は寒さに強いの？前の人は、小根さんどうだろう。寒さに強い弱いはあんまり極端な環境で一緒に走ったことないから。ドロップハンドルはいいですよ。ドロップハンドル、うん、ただ私はちょっと背筋が弱いせいか姿勢が苦手で、あとあのフラットハンドル あのメリットはブレーキかけやすいことですね。峠下の下りとかだとあのドロップハンドルのブレーキは本当にきつそうです。特にグレードが違うと効きが違いますよね。結構香辛料は寒さに、香辛料、カレーの人のこと香辛料って言ってますか。パンは玉から、何の話をしてるんだろう。うん、海が、うん、海近いですね。カレーは回り物。天ぷらの平尾、あ、知らないです。風景もこの辺りは変わってそうですね、随分。これは何だろう、駅前、ここの信号を渡った、ね、ジャイアン、渡った先がジャイアン。黒い看板があるんです。ええ。中田研修のそばがジャイアン。あ、あれか。あの信号を渡った先がジャイアンなんだそうです。店名か。あ、アンっていう名前が見えてきた。本当だ。あ、ここか。サクセスがあった通りだ。確かここは。あそこにあったゲーセンなんて言ったかな。ほらジャイアン。スクリオ。空港の方が。な。なんで福岡空港をディスってんすか。許せませんよ。さすがにゲーセン残ってないよな。で、確かサクセスはまだあったような。あったサクセス。まだ残ってるサクセス。はい。はい、あの共通知事の前にゲイングラウンドやったとこだ。そのおかげで共通知事の点数はあまり良くなかったな。確か共通知事あまり良くなかった。うん、ジャイオリアン、あ、ジャイイオリか、ジャイアンか。行きつけのゲーセンでした。
あ、店内、そうですね、ゲーセンとか厳しそうだな。サクセス。ちょっとロゴ変わってるけど、青いネオンが印象的でした、当時は。参道まっすぐ入りますか、それともこっちからこう抜けますか。あ、参道人多いかもしれないんで抜けましょうか。ねえ、あれですね、あの前参道ですよね。あとあの近くに不良、ちょっと不良かな。アスキリはされてはいないですね。フェンス灯台避けない。飛び降りとか見上げちゃいかんよな。このマンションであったみたいに。小学校の時は歩道ありましたね、ゲーセンで。脱衣麻雀はちょっと遠くから人がプレイしてるのをチラ見してる感じでした。頭、何それ、これも鈍行ですね。小倉駅今これが一番多いかな。これと銀色に赤青のやつ。あと向こうの方にさすがに残ってないか。パソコンゲーム的にちょっとグレーな感じの、いや思い切りブラックだったんだけど、コピーするとかも扱ってる店ありましたね。まあ、当時のパソコンゲームショップは大体そうだったかな。あ、何のことが。これスレ、スレじゃないよ、スレじゃ。これは逆車線がえらい渋滞してますね、対向車線が。おお、もうすぐですよね。この道沿いの左手にあるはず。止まったか。中洲産業大学っていうネタはよくわかんない。それは中洲に通い詰めてるとかいう、そういう表現なのかな。あ、あげ。わあ、いい匂いがした今。今の焼き、いや焦げた匂い、何の匂いだ。お、来るのか。うん、すぐですね。あ、ここから先西鉄、あれ違うか、あれは香椎線の方か。こっちは何線の線路だっけ。こっちが香椎線ですかね。あ、ですね、やっぱり。わからでしたっけ。うん、多いですね。ちょっと電波悪いか、人が多いからかもしれないですね、もしかしたら。うう、すごい渋滞。危なかったな、今バイクが左に出ようとしてた。あ、一人、あ、これ一応、うん、採点。これどういうシステムだっけ。待機制限かもしれない。あ、タモリネタなのか、なるほど。経営学部、どういうニュアンスが入ってるんだろう。中洲産業大学はやっぱり中洲の飲み屋街に通い詰めるとかそういうことですよね、多分。で、着いたっぽい。ああ、あれ、この車の渋滞はここのじゃないんですかね。いや、ここだと思います。ああ、そこから、なるほど。なんかその割に駐車場とかがいっぱいいっぱいじゃん。あ、いっぱいいっぱいか。電波が。じゃあ止めてどうしましょうかね。それ中入りますか、この格好で。それを見越して僕は普段着なんですけど。なるほど。
私はこの格好だったらどっちにしろ普段着はという選択肢はないな。GPS 持って、GPS こっち入れて、あ、コメント来なくなってるな。で、鍵かけて、貸し床？で、ちょっとファイン持たなきゃいけないな。よいしょ。貸し床何の話ですか？貸し床？で、グローブは盗まれると本気でやばいんだけど、そうそう、自転車盗まれたらどっちしたって一緒か。貸し火炎ですかね、貸し炎。貸し火炎はスペースハリアが置いてあった昔。原発ないと電波悪いね。原発ないと。なんでよ。あ、そうだ。一応これ、サクロックしていくか。そう。貸し線ですよ。貸し線、あー、ラグひどい。よいしょ。うん。と。と。グローブ下までもよかったな。なんか電波ないっぽいです。ないですか。うん。ちょっとコメントで状況説明だけ書いていきます。運営込めで。宇宙犬？カシーグー、あ、カシーグーに到着、歩きで中に入ってます。ちょっと通常発信にするか。よいしょ。設定320にして、こうして、そろそろ私も走ってきます。行かないなぁ。あ、調子悪。再接続しとくか。やっぱ私カシーグに来るの初めてですよ。なるほど。見た覚えがない。スズメデカいの持ってったな今。よいしょ。よいしょっと。この先が駐車場入り口なんで、ここでしょ。うん。駐車場入り口。一応今ここも連動して移動してるはずです。連動しました。そこ飛び。ああ、人が増えてきたな。参拝者休憩所。甘酒。なんかやっぱ温かいものは欲しいですね。甘酒っていうのは酒が入ってたり入ってなかったりするんですよね。確か。あ、後ろにあれがあるじゃないですか。ん？あ、本当だ。ま、梅の枝餅ですよ。え、これ梅貝じゃない？ガじゃないですね、確かに。そうですね、確かに。う。だから梅貝だったら、あの、梅の絵もったことになるんで。そうですね。だから、ああいうこれはまた濃いやり方でごまかして。松貝餅よりもしかし全然いかないな。梅の枝餅。はい、あ、これあの趣味で、あのインターネットで中継しながら自転車で走ってきたんですよ。で、この中を、あ、あの小賀の方が、小賀の方に今実家に帰ってるんですよ。あ、僕はあの小郡の方から。小郡から。あ、あそこ小郡になるんでしたっけ。小賀は今どんなふうになったのに。私昔小賀に住んでたって。小賀は今は町じゃなくて市なんですけどね。もうそれは相当前ですけどね。小川が流れてましたから、まだ大根川。ああ、よし。実家のすぐ近くです。吉川って言います。
ね、字どんな書く？あの吉川って書くんですけど、まあ、正確に言うとあの吉川って書いて吉川っていう。そうです。あ、聞こえた、ね、有名よ。はい、有名よ。あれそうですか。海の缶、あの、あれもらったよ、長崎からお土産に。あれ吉川って吉川って吉川って言ったかどうかしら。吉川長崎に行ってきたっけどね。ウニのね、瓶詰め。ウニのいただいたことある。見た目に出品された全国に長崎。ちょっと今は途切れてるんですけどね、電波は。あの、これ映像はこれなんですけど、今電波がなくて、こんな感じで。まあ、いい人目立って、今、梅大餅の。私あれ好きなんですよ。でもあれ、梅貝じゃなくて梅の絵なんですね。昨日はあの松貝餅食べてきました。あ、宮地岳神社。あの、食べます、食べました、あれ箱に入れてくれますよ、10個頼んだら。梅貝餅が太宰府で、松貝餅が宮地岳神社で、これ初めて見ました。梅の絵餅。まあでも食べてみましょうかね、まずは。今度は東海ビスも近くにあります、あ、東海ビス、あの福岡県庁の近く。ああ、吉塚ですね。そうです、まあ、会えてよかったよ。何でも、初めてお邪魔しました。ありがとうございます。吉川さん、さよなら。あ、さよなら。吉川です。本当になんか関係があるかもしれない。多いんですか、やっぱり。いや、でも長崎って言ったらまた別かな。ちなみに下の妹が嫁いだ先長崎なんですよ。全然ダメだな。さて今のところはあの GoPro 映像の方編集しないとモザイクかけないと。ちょっと接続しまして、もう一品行ってみよう。さて105円かな。いや、120円。お。5個600円で、5個で600円。もう一遍。そうそう。ちょっとあのこの格好で行くと店の人に反応されそうだから買ってもらってもいいですかね。あ、さっきのあるんで何個ですか。あ、1個で。ちょっと遠目に店舗あるところ、カシウグの中だとダメっぽいですね。人が多いからかな。よいしょ。配信開始と。調子悪いな。あれ、あ、行かなかった。ちょっと行ってますね。でもこれは声だけになりますね。今解像度かなり落としてやってます。あ、もう早い。いや、もう作り置きがいっぱいあるんですよ。すいません、ちょっと、はい、どっかで食べましょうか。分かりました。1枚だけいった感じです。 ありがとうございます。ですね、今梅貝餅じゃなくて梅の絵餅っていうお餅を発見しまして、屋台、あの露店で。もし途切れ途切れか。しかも梅の絵餅はですね、宗像大社に、ね、出てました。はい、僕が去年、宗像大社梅貝餅も売ってますよね。いや、前買った覚えがありますけどね。多分あれだと思います。あれ、そうですか。はい、じゃあ今まで私は子供の頃から騙され続けてたのか。お目当て、次はあの梅が技餅とかね。技餅。よく見たら、でもあれ技にも見えますよね。見えなくて微妙に。ちょっとあの映像いってないかもしれませんけど、餅いただきます。餅サミット行くのか。高い。大丈夫。じゃあツイートでもしとこうかな。ありゅうかもしれない。バッターもんかもしれない。梅の絵餅。あ、あれ、こうで
くので警戒ゾードで送信。今ツイッターの方にアップロード中です。そう、梅の枝餅、梅の枝餅、梅の枝餅、私梅の餅は冷めてる方がどちらかというとあの歯ごたえが好きですね。最近のこの手のあのなんとかなんとか絵餅シリーズは、はい、柔らかすぎる気がしま す, そうです、ね、でも子供の頃食ったのはやっぱ冷えたやつだったからかもしれない。いや、ここまで柔らかくなかったと思いますよ。あ、やっぱそうですか。思います。あ、初めて同意する人が。まあこれは好き好きだと思いますけど、昔よりか多分ベチャッとした感じになりますから。やっぱり柔らかすぎますよね。あ、ナスさんかな、ありがとうございました。すいません、なんか途中から映像なくて。ツイッターいたかな。いってらっしゃい。楽しんでますけど配信できてないですね。ツイッターに持ち写真アップ中と、うわ、これもいかない。てかアップロード失敗した。文字は出ました。ん？文字？あ、ツイッターに持ちアップは出てます。あ、出ました。はい。あれ、なんかアップロード失敗って出ましたけど。あ、ツイッターの方ですか。ええ。ツイッター見てないです。あ。梅の絵餅、改めて東京都、じゃあもう GoPro の録画のためだけに一旦奥まで行きましょうか。あ、何枚か。あ、聞こえてます、聞こえてます。プリキュアがなんとかって、明日初詣、3日か、あ、4日か。私は明日仕事です。で、今境内の奥の方に向かって、うわ、なんか人詰まってないか、あっちの方。なんか割と人が詰まってるように見えますね。でも横は空いてるんだけど、あ、やっぱこれ人多いせいかな。多分普段はそんなにこの辺り帯域ひどくないとこっぽいから、あ、これ何の列なんですかね。これ参拝の列じゃないですか、もしかして。なんでこの狭い列で並んでるんですかね。わかんない。なんか横はこう行ったら本殿なんで、横歩いてたら良くない感じに見えますね。そう、なんか、あ、本当だ、声だけ言ってそうな待機だ。さて、ツイッター成功したかな、できてないっぽいかな。今週土曜は休みですね。帯域狭、電波厳しい。あ、ダメだ、行ってない。ツイッターは画面はかなり前で止まってる。まあ人が多いからでしょうね。で、ちょっとこの販売を諦めてご神木を回って帰るか。そうですね、の電波状態良くないみたいです。超長いので、ちょっと回ってから出ます。冷てー。
で、御神木ってのこれ御神木はすぐそこです。赤で囲ってあるところです。うん、あれか、あれ参拝の列が超長いので、ちょっと回ってから出ます。でもこの列はやっぱりなんかよっ とあなんかむちゃくちゃ背高いわけではないんですね、これ。よっと、いや僕は結構高いと思ったんですけど、そもそもこれは何の杉です。あ、杉、はい、あのシュッと伸びてるえらい太い杉とかとはまた違うやつなんですね。あ、そうです。しかしすごいなこの列。やっぱお参りなんでしょうね。めっちゃお参りっぽそうですね。入場制限してるってことでしょうかね。この人たちみたいに、うん、うん、まあ、あまりいっそこういう時は音声のみにしたら改善しないか、音声のみ、なるほど、やってみよう。お、音声のみにしてみましたと。上り速度が1とか0とかなってる。じゃあ境内ちょっとだけ回ってから、うん、空港まで2個取れないですよね。すいません、音声にしてみました。今映像送ってません。すごい曲がり方してるなこれ。なんかちょっと寄生獣っぽい感じだ。ない、神様の話か。うん、でもこんな並び方初めて見ましたよ。他のお宮さんでこんなんないですよね。そうですね。ああ、そこが狭いか。うん、にしてもなんか太く並んでそうなもんですけどね、みんな。根本的に通信がわらわら、うん、通信がダメですね。じゃあ映像一応オンにしとくか。よっと、初詣、もう出てない、うん、もう出てない。もう出てはおりません。ん、つえんじゃない、せん。あー冷た、手冷た。うん、あそこ降りられるかな。降りられいい加減して、ないか、いい加減して降りられません。ダメです。列曲げ、列なんか見えたかな。お、いらっしゃいませ。箱崎塚まで行ってみます。箱崎分まで行ったらちょっと時間が遅くなるな。もうそろそろ家の方に向かわないと。でもないかな、そこまでじゃないかな。あ、おみくじそこら辺でなんか100円とかでやってるやつないですね。浜屋で詰めてですね。なんか他の宮さんとはいろいろ違った感じのとこですね、ここは。どうかロボさんに告白しますように、他力本願で向こうから来ますように。マジで進むけど、うん、人間の行動自体が神、行列、神を信じます。行列見えたのかな今。うわ、
駄菓子屋さんの内装すごいな、あれビニールなんか全部綿菓子でコーティングされてる。綿菓子屋さんのあの様子見たら中で働いてると結構綿菓子まみれになるんですかね。人体も向こう側の壁がなんか内側綿菓子でなんかコーティングされてたんですよさてどっかトイレは、その辺りはトイレはやめといた方がいいかな、人多そうだし。懺悔、今どれの話だ、何の話。今日は本当空気冷たい。多分もう今2度とかになってますよね、この感じだと。確か最高気温3度で15時とかそのあたりは2度ぐらいだったはず、予報では。あ、フロース、まあ人がいないから人がいなければ結構いけるんじゃないですかね。データまみれ、あ、声聞こえてるのか。今の綿菓子屋さんのビニール の壁のところがですね、内側が綿菓子まみれだったんですよ。だからきっと一日働いてると綿菓子だらけになる。多分マシュマロマンみたいな外観に。うー、寒っ。どっかでどんど焼きとかやってないかな。まだ早いか。で、今自転車のとこまで戻ってきました。おみくじ引いた？おみくじはですね、なんか引けるおみくじがあんまなかったです。あの巫女さんが直にあの窓口やってるようなとこぐらいしかないんじゃないかな。あと巫女さん結構見ましたよ。あの店にもいたし、そこら辺歩き回ってました。あの人たちはメインの仕事はやっぱり店というか浜屋とかああいうとこなんですかね。僕も古賀出身です。主権さんいらっしゃいませ。古賀出身か。私も古賀出身です。これから古賀の実家に戻りますの前に、フロー水っていうなんか湧き水みたいなものがあるらしいので、それをちょっとこれから見に行きます。人が多分少なくなると思うんで映像は少しは来るはず。指がバックル外すのも手が痛い。しょ、こうして、古風な女性が、あ、どうかな、古風かどうかは巫女自慢。巫女自慢ってなんだ。よっと。あ、落ちた。なんかついた。ふぅ。よし。フロー水。うん、フロー水っていうのがあるらしいです。向こうでしたよね。あ、裏側。僕もそう一発で分からないような。おみくじはなんか100円とかで売ってるあのおみくじが見つからなかったんで。色白の巫女さんいましたか。ああ色白、あ、どうだっけ、色白だったかな。色白かどうかはよく見てなかった。あの袴だなぐらいしか見てなかったんで。お、これホタルか。この辺りホタルが有名なんですかね。この柵にホタルの、ホタルがいっぱい貼り付けてある。ホタルの、なんていうんだこれ、模型というかなんというか、巨大なホタルが。うわ、しまった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 。あー、しまった。やった。いかん、裾が。ドリンクホルダーか何かに引っかかって日中もサチもいかなくなった。どっちにやっても抜けない。ああ取れない。よいしょ、あ取れた。
ああ、今日もいっぺんこうなったんですよね。ちゃんと裾入れとこう。今ズボンの裾がドリンクホルダーのどういう風に引っかかったかわかんないんですけど、釣り針みたいに押しても引いても抜けなくなった。ああ、びっくりした。お待たせしました。裾がこれに引っかかって、はい、押しても引いても抜けなくなりました。この溝にこうタイヤがめっちゃ取られるんですよ。お、ちょうどいいサイズですね。ちょうどいいサイズ。あ、すいません。これからもう少しだけ電波良くなるはず。フロー水はなんか案内板ないんですかね。こっち側です。フロー1、こっち、はい、とりあえずこっち方面ってことですね。うん、カシーグ右手に見ながら、裏側だったかな、地図だと。お、ホームラン予告。うわ、うわ、危ない危ない。どうだろう、来てないかな、映像。まだ人混みに近すぎるかな。フロー水、フロー水。ここからこっち方面だ。あ、左側ですか。はい。なんかいっぱい脇道ありますね。それる道が。ん？この辺り。あと全く電波ないのか今。はあ、グローブしてなんとか指先が。画像がたまに来てる。うわぁ、ひどいなこりゃ。テスト。うわ、こっちのコメントもいかない。うん。もう一個次行って、ね、左に曲がって、ね、ちょちょいちょい。あ、わかりました。フロミズ、ソウ、サクチュ。よし。ため息はイエローキャブが来てる。輸送車中。電波ないかな。あ、あった。こぐ石か石か。ちょっと今日の気温は自転車向きじゃないし、あと素手だ。無事で進むとこの時期の巫女さんはアルバイトばかり。アルバイト、まあそうなんでしょうね。フロスイに向かってます。どこだ、なんか全然それっぽいのが見当たらない。ん、よっと、とっとっと。おう、なんでみんなあっち行くな。素人巫女
良い面も、良い面も。